はいどうも、まことチャンネルやでー。今回は高いとこから皿を投げ飛ばすやつ、あれの発祥の神護寺いうとこと、義経、牛若丸がちっちゃい時過ごしたっちゅう天狗で有名な鞍馬寺、この穴場スポット2つを中心に紹介していこうかな。境内ぐるりと回ったら、平坦なんですけど、テレビが言うには、東京ドーム4つ分。あ、その4つ。まあ、様子は言い過ぎや思うけど。誰なんやろな。知らんのかい。いや、知っとって。駐車場管理する兄さんで、多分地主さんやろな。神護寺の説明を丁寧にしてくれて、事前に勉強しとかんでも楽しめた。10分ほど歩いたらって、10分で行けんの。なんか食べてたらいる。はい、湯豆腐食べんねや。たぬきときつね、今から登らなあかんからな。期待してないからええで。ただしょうもないことだけ言わんときな。そばや、そば。あれ、ぜんざいまでこうあるんすか。しかもまあまあでかいやつ。さあ、もう誰もおらへん。350段の階段、さっき教えてもらったやつやんけ。こう見えて、どう見えとうか知らんけど、意外と足腰は強い方やで。なんせ日本有数のタイムにきつい ABC マラソン3回完走しとうからな。自分で言うのもなんやけど、それもまあまあええタイムで。せやからおあちきにしてみたら、こんな階段ぐらい塀みたいなもん。全然余裕ちゃうん。いや、まだあるわ。腹立つ。何やその息遣い。よいしょよいしょ。この日はたまたま空気が薄かったいうことにしとこうかな。なんちゅう声出しとんねん。あれ、足引きずっとる。多分今は景色なんかどうでもええわいう気分。河原投げ発祥の地書いてない。嘘言うたらあかん。やっぱ空気薄いんちゃうか。もともと脳みそないのに回ってないんちゃう。しかも体力もないし。河原、河原系ってない。素焼きの土器のこと、駐車場の兄さんに教えてもらうやろ。めっちゃ大きいの思っとったよ。わしも思っとった。3枚ほら。これ3枚が200円です、うん、はい。でこれ薬よけってなってますので、うん、あの自分の落とした薬を念じてもらって、うん、あちらから薬を投げ落とすっていう感じで、うん、そういうこと。いきます。念じるね。このアホにそんな難しいことは無理。うまいやろ。飛ばすことしか考えてない。ほーれ、薬が戻って、今日はガチャ戻ってたらあかんで。ペロン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 。まあええやん、飛んどうから。多分だって意外やろ、こうやって。あ、まあまあ。逃げやで。穴場や言うても、京都最強のパワースポット。牛若丸じゃ、やれ天狗じゃ、言うて。神護寺よりは、まあまあ逃げやか。昔、京都で2ヶ月暮らしとったんやけど、京都の街中からちょっと離れとるんで、和式でも来るんは初めて。汚い車。交差で汚れとるって言いたいんやろ。前よけ。また階段。あのケーブルカー。お、ケーブルカーがある。どこ？こいつも一歩も歩きたないオーラ出まくり。帰りも乗ろう。また。200円払う。階段20段ぐらい登っただけで、なんでそない息切れしとん。まあまあ、鞍馬寺、京都の維持発展のために片道200円、惜しいことはない。こいつ精神年齢はお子ちゃまやから。乗り物はやっぱり一番前。ケーブルカー内はほぼ満席なんやけどな。もうちょっと座っときたかったんやけど、ケーブルカーはもうあっという間。ご協力お願いします。そして深呼吸をして。
鞍馬寺の紹介でよう出てくる絵やけど、どうでもええわってこいつは思ってます。おいおい、まだ歩かすんかい。カゴとか人力車とかないんかいってこいつが思ってます。ここじゃん、ここ。嫁さんの問いかけに吐息で答える。パワーを浴びろ、パワーを。ここに映っとるもんは大体有名なパワースポットばっかり。しんど、しんどって声入ってますけど、まあとにかくパワースポットのてんこ盛り。なんか本堂の裏を掘ったらえらいもんが出てったとか、えらいこっちはほら牛若丸のなんやとか。絶対触る。触らないでください。コマトラーユンやて、これ本尊の毘沙門天の使い。ここは説明してくれる人がおらんかったから、事前にちょっと勉強していった方がええかもしれんな。扉閉まります。結構人が多くて立っとる人もおるから、座れるだけでもラッキー。しかも一番前、運転席いうんか運転装置いうんか、意外とごちゃごちゃないボタンとかいっぱいついとんな。だいたいああいうスイッチは普段ほとんど使わへんやつばっかりやね。知らんけど、知らんけど、いただきました。まあ景色はまあまあこんなもん。まもなく停車します。停車の際揺れますのでご注意ください。まずこちら出口です。ありがとうございます。なかなかお茶目なケーブルカーやろ。ラストは京都に行ったら絶対外せへん三金神社。中が撮影できんのが残念で、まあ行ってない人はぜひ行ってみてや。ありがとうございます。天狗です。私もびっくりしました。すごい、すごいな。こんなん食うようになってんの。牛すじの手煮です。はい、すみません、失礼します。と、ゆばそちなげと、はい、ごめんなさい、なんかないので、ごめんなさい、大丈夫。こちらにつけて、はい、ごめんなさい、ルナルです。はい、大丈夫。は、ハルマル。と、と。会計ですね。会計、はい、お願いいたします。あ、はいはい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。